トマ・アレクサンドル・デューマは、フランスの軍人。モンテ・クリスト・ハクなどの作品で有名な作家の、アレクサンドル・デューマ・ペールの父親。ダイ・デューマの作品には父をモデルにした人物が、数多く登場する。リオ・サンドマで、アレクサンドル・アントワーヌ・ダビド・ラ・パイユトリー公爵と、黒人奴隷女性、マリー・セゼットの間に生まれ、トマ・アレクサンドルと名付けられる。父親は、当地で、 コーヒーとカカオのプランテーションを経営していた。母のマリーは奴隷のために生がなかったが農場を切り盛りしていたため農家のマリーと呼ばれており農家のにあたるジュマスをつなげたリューマを生として用いるようになった。母の死後他の三人の兄弟と共に実の父に奴隷として売り飛ばされたがトマは父がフランスに帰国すると買い戻されてフランスに呼び寄せられ 死生児として認知された。ノルマンディからパリ郊外に移り住んだ父に伴い、その地で高等教育を受けた。その時、同じく村後のジョゼフ・ブローネ・シュバリエド・サンジョルジュからフェンシングを習っている。父親の財力のおかげで20代前半までは優雅な暮らしを楽しんだ。その後、成長したトマー・アレクサンドルは美女部として社交界の話題を集めたが、 父と別の女奴隷との結婚に反対したため、父からの援助が打ち切られた。そこで、フランス陸軍に一兵卒として入隊するものの、貴族の家系である父は、息子の一兵卒での入隊に反対した。そのため、以後、母の姓であるデューマを名乗り、アレクサンドル・デュマと称するようになった。ルイ16世に、竜起兵として使え、フランス革命勃発後、 オルレアン公爵家の城下町であるビレールコトレーへ治安維持のために派遣されたトマー・アレクサンドルは町の有力者の娘マリール・ルイーズ・エリザベート・ラブーレと恋仲になり1792年に結婚した国王軍から革命軍へ転じ数々の武軍を挙げ陸軍中将にまで昇進するしかしナポレオン・ボナパルトと共にエジプト遠征に従軍していた際 エジプト遠征をナポレオンの個人的野心に基づくものと批判したため、ナポレオンとの関係が悪化し、フランスに帰国することとなった。しかし、乗った船が嵐にあって、ナポリ王国まで流され、ナポリオ王国で彼は現地の軍隊に捕虜として捕らえられ、2年間にわたって監禁された。その間、食事にヒ素が混入されたため、1801年に解放されたには、 心身ともに衰弱していたという。その後、妻の実家のあるビレールコトレで静養したトマ・アレクサンドルは軍隊への復帰を申し出たが、1802年5月29日、白人と黒人の根結であることを理由に陸軍から追放される。ナポレオンが敷いた人種差別政策に基づくものだが、もともと軍隊の規律になじまない自由活達なトマ・アレクサンドルの性格にナポレオンは、 手を焼いており、心身の衰弱にかこつけて体良く、軍隊から追い出したというのが、真相のようである。1806年2月26日、西洋先のビレールコトレで死去した。なお、ナポレオンは、トマ・アレクサンドルの未亡人の終身年金家婦の請願を拒否しており、残された妻子は困窮した生活を余儀なくされた。ありがとうございます。